ドクター鈴木のいかがお過ごしですか。今日も東蘭市にあります鈴木クリニックにお邪魔しております。鈴木先生おはようございます。おはようございます。前回から危険薬物についてお話を伺っておりますが、前回はマリファナについて伺いました、はい、今度はそのさらに上、はい、もっと危険な薬物ありますよね。はい、そうですね。例えばコカインですとかね、はい、まあ、いわゆる覚醒剤と言われたらアンフェタミンとかですよね、はい、で万が一一度でも体の中に入れてしまった場合、はいはい、どうなるんですか。例えば覚醒剤ですと動悸がしてとっても元気になるわけですよね、はい、それで疲れ知らずになって、すごく気分が高揚して楽しくなっちゃって、はい、ただその後ですよね、だん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 この薬物の高揚が薄れていくとその真逆になるわけです、ストーンと。だからそういうふうになるのが怖いんでまた打ってというその繰り返しになってしまう、はい、でどん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 中毒が進んでいく。じゃあ実際に体、はいはい、臓器だとかそういったところにも、はいはい、影響を及ぼしてきますね、例えば、まあ、これはコカインの話ですけれども、はいね、その常習という感じになってしまう、はいはい、まあ、中毒になってしまった場合、はい、体にも影響があるし、もちろんその気候にも走る、変な行動にも走ってしまう。そうですね。それがなんか常習となると後戻りできなくなっちゃうんですよね。もうやめることできるできるというのはある時点から大間違いになって、もう不可逆的に取り戻せなくなりますので、何しろだからもう最初からしないと。でも更生施設だとかあるわけじゃないですか。はい、ありますね。とりあえず最初は体の中毒を解毒するために点滴打ったりだとか、解毒の治療をまずしますよね。それで体の体調を整えてから心理的なこととかもいろいろ混ぜ合わせて治療に入ると。へえ、うん。じゃあ最終的にはもう自分の意思によるもので更生できるかできないかっていうことなんでしょうかね。うん、ある程度の部分まではそれでできる可能性もあると思いますが、やっぱりその先行っちゃうと、うん、やっぱちょっと更生はもうかなり難しくなってきますので、うん、まあ、社会からのねバッシングだとかそういったものもあるでしょうし、うん、それ以上にやっぱり脳がもう自分の人格を失っちゃいますので、自分でありながら自分じゃない、自分じゃなくなっていきますので、はい、絶対に手をつけてはいけないものですよね。そうですね。あの悪い意味でやっぱりあまりにも気楽になりすぎてますのでね、アメリカのこれ特にこの、ね、ロサンゼルスっていう環境はね、重々気をつけていただいて健全に過ごされるといいと思います。はい、わかりました。先生今週もありがとうございました。ありがとうございました。ドクター鈴木のいかがお過ごしですか。この番組は鈴木クリニックの提供でお送りしました。